どうも皆さん、こんにちは、水色です。今回ね、組み合わせめちゃめちゃ相性のいい武器、スクラビルドを紹介していこうかなと思います。冒頭に見せていると思うんですけど、こんな感じで氷属性を付与しながら相手を吹き飛ばすことができる短剣、片手剣なんですけど、めちゃめちゃ強いです。やっぱり今作、氷結属性は一強レベルで強いですし、それに加えてね、水に落とすことによってワンパンもできるっていうね、性能を備えているんだけど、それをね、遺憾なく発揮できるという組み合わせになってます。白銀系のボスボコとか、ボコブリンですらも強くて、本当にストーリー攻略中は、よっぽど強い武器を持ってない限りは、結構連打しないと勝てないみたいなのはね、定石だったと思うんですけど、やっぱ氷結とこの組み合わせをすることによって、単体でもね、非常に簡単に倒すことができるし、水辺の近くとかで戦えばワンパンも狙えるということで、本当にね、強い組み合わせなので、ぜひ、ポーチに一つはね、入れておきたい武器ということで、今回紹介していきます。さあ、ということでね、まずは早速、性能を見ていきましょう。今回使っていく武器は、この片手剣、風切り羽の剣なんですけど、槍も同様に存在します。先端につけた武器の属性がまあ発揮されるっていうのはどのスクラビルドも一緒で、今冒頭に見せているようにルビーやサファイアをつけてしまうと、その装飾の効果が優先されて、まあ、氷の玉なり、火の玉なりが出るという効果に、変わってしまうんですけど、この武器本来はね、武器を使った時に風が前方に発生するという効果が載っているので、その効果と組み合わせることによってこの氷結属性とのね、最大限の効果を発揮するというような効果になってます。例えば今回ここでね、試していくんだけど、こんな感じで凍らせた敵をすぐそば弾き飛ばして吹っ飛ばすことができるというね、効果がついています。今回ちょっと水辺が薄かったので、即死には至らなかったんですけど、凍った敵が水に浸かると即死するっていう特性がこのゲームにあるんだけど、それを利用してね、こんな感じで凍らす、吹っ飛ばすを同時に水の方向にやることによって強敵もね、ワンパンすることができます。あとは普通に落下ダメとか場外判定でね、こんな感じで戦うこともできるし、ストーリーの序盤中盤あたりで持っておくとかなり決定打になり得る武器だったりするので、ポーチ1枠をね、圧迫してでも持っておく価値はあるんじゃないかなと思います。氷の判定は割と近めなんですけど、風が前方に飛んでくるので、今みたいな高所からね、敵を落として倒すっていう方法も取れるし、かなり汎用性の高い武器になります。吹っ飛ばし効果だったりとか、いろんな効果が載っている武器って今作たくさんあるんですけど、やっぱり氷の属性は一強で強いなと思うし、それプラスで吹き飛ばすことによって囲まれた時もね、間合いを確保しつつ、多数の敵に対しても、有効に戦うことができるっていう、見てこれ白銀こんな飛んでくってね、おもろすぎでしょ。白銀ボスボコブリンとかは今作屈指のね、強敵にも入ってくると思うし、普通にボス級、中ボス級の体力と火力を誇ってるので苦戦したよって方も多いと思うんですけど、凍らせてしまえば連打するだけで簡単に倒すことができるので、こんな感じでね、今グリオークの角をつけているので火力的には50ちょっとって感じなんだけど、そこまで火力なくても凍らせて殴っての繰り返しで倍率がかなり高くなるので簡単に溶かすこともできます。入手方法2つあるのでそれぞれ紹介していきましょう。まずは確定のもの、つつきき雪原眺望台真横のつつきき雪原北西の洞窟行ってもらって、入るとすぐ上昇気流が上っているので、それを登った先、まっすぐ進んでいってもらった一番奥、崖の上にですね、宝箱が置いてあります。こんな感じでずっと進んでいくと、奥の旗がついている場所の横に本来だったら宝箱があるので、風を使ってですね、前に進んでもらって入手することができます。この宝箱は確定でゲットできます。さあ、もう一つはですね、タバンタ辺境近くギサのクレーターの洞窟入ってすぐにいるアイスライクがドロップする宝箱からゲットできます。ここは盾だったりとか風切り羽の剣とかがドロップするんですけど、2体いるので非常に効率よく回せるかなと思います。宝箱を1回入手して知らないうちになくしてしまってたよとかいう方は、ここで再度入手するといいんじゃないかなと思います。でもしね、一発で出なかったよという場合は赤い月を強制させるか、次の赤い月を待つという感じになります。もし赤い月や、リセマラをしようという場合は、
ギサのクレーター洞窟内部とこのサキツマカの、ね、近くにあるアッカレの骨塚にワープマーカーを配置して、リセマラを簡単にすることもできるので、なかなか出ないよという方は合わせてやってみてください。今回はね、一度破壊付きの出し方も合わせて紹介しておこうと思います。どこでもいいんですけど、こういった破壊可能な岩のオブジェがある場所に、行ってもらって爆弾花か何かで、空中に飛んでもらいます。飛んだ状態で連射弓を使って、水のエフェクトが出るもの、オパールとかかなを使ってこの岩に向かって3から4回空中で撃つことによって赤い月が強制的に発生させることができます。少し楽くなって重いなーって感じるようになったら完成です。地面からね、赤い煙が立ち上ってくれます。そしたら再度ワープマーカーを使ってギサのクレーター内部に来て、同じようにアイスライクを倒すことによって、宝箱をね、簡単にリセマラすることができます。はい、出たらですね、この風切り羽の剣、朽ちた状態のものだと火力も悪いし耐久力も少ないので、一度壊すことによって地下から朽ちていない状態の剣を入手する必要があります。サオワの、ね、近くにある、影の像からですね、入手することができるので、実際に行ってみましょう。崖を登っていく途中にいてくれるんですけど、ここは1体しかいないので、効率は悪いものの、根からも近いものと割と剣が出やすくなっているので、セーブ&ロードを繰り返して、本気強く入手しに行ってみてください。ちょっと1回ホバーバイクから落ちてしまったので登っています。今回は運よく一発で出てくれたんですけど、こんな感じで、で見た目がね、結構分かりやすいので、割と近づくとすぐ分かるので、違うなという場合はリセマラしてセーブ&ロード繰り返してみてください。詳しい場所はこんな感じですね。さあ、そしてですね、この氷結素材、なんといってもつけることによって受けられる効果の一つであるこの温度のね、耐性ってのがやっぱり恩恵としては大きいんじゃないかなと思います。今つけていると、低い方にゲージがね、下がってると思うんだけど、これを普通の武器に戻すと、1段階上がってるのがね、右下のゲージでわかると思います。やはりこういったね、属性素材をつけるときに恩恵をね、温度の恩恵も受けるっていうのも非常にでかいし、やはりね、序盤から手に入れるってことに関しては、この、グリオークの角とかね、非常にこう入手難易度が高い方に入ってくると思うので、ここまでのものはゲットできないにしても、乗るだけで入手できるこのネルドラのね、角とかと組み合わせた時も同じ効果を発揮できるので、で朽ちてない武器の入手方法もね、非常に簡単だしというところで、素材との組み合わせで、これだけ結構コスパよく運用できる武器って非常にいいのかなということで、序盤とかだとね、やっぱりあんまり紹介されてなかっただろうし、知らない人たくさんいて、クリア後とかにこうネタ装備として使ってる人がいるんじゃないかなと思うんですけど、こういう武器こそね、序盤にこう見つけて使えたら強かったなとか思ったので、今更ですけどね、ご紹介してみました。あと何よりね、霊気の武器はこうやって持っておくと本当に祠の謎解きとか、あとはこういう水辺の足場にもなったりとか、敵を凍らせるだけじゃなくていろんなね、効果を持ち合わせて使うことができるんで、そういったところも今回評価したいポイントかなと思います。あと何より耐久がね、結構あるんですよね。これスクラビルドつけた時に50以上の耐久になるので、やっぱり朽ちてない武器を取る価値はね、それだけあるかなと思います。はい、ということで今回は、風切り刃プラス氷結素材おすすめですよということでご紹介しました。少しでも参考になったり興味があったらぜひね、取りに行ってみてください。それではね、また次回のでお会いしましょう。バイバイ。